皆さんおはようございます。メッセンジャーの北優です。今日はね、宇宙はなぜできたのか、これもまあ素晴らしいねテーマですよね。なんでできたんでしょうか、本当にね。私はね、宇宙の心っていうのがまずあってね、これはもう初めからありきなんですよね。宇宙の心があって、まあこれは神でもいいんですけど、やっぱりそのね、一人ではやっぱり寂しいんですよこれね。何でもある世界にね、一人ポツンといてもね、もうどうしようもないですよねこれね。そのためにね、この宇宙の心がね、寂しくないようにこの宇宙を作ってね、自分を認めてほしいというかね、宇宙の心があるんだよということをね、分かってほしいということでこの宇宙をね、作ったと私は考えます。これはまあ実証されてるわけでもないし、ね、今あのロケットを飛ばしたり、ね、地下に穴を掘っていろいろ調べたりしてますけども、考え方はできるんでね、この目で見るわけにはいかないんですけども、考えることができるんでね、宇宙は、私はこのなぜ、ね、宇宙はできたかというと、宇宙の心がね、寂しいためにこの宇宙をね、作ったという答えを皆さんに伝えたいと思います。簡単明瞭ですね。ありがとうございました。明るい宇宙はビッグバンの前の宇宙の心から生まれた。膨らんだり縮んだりして永遠にずっと生きている宇宙がわかるのさ。明るい宇宙は時空自体がない。宇宙の心から生まれた。石ころたち全てのものが一緒にみんな生きている世界中一つにまとまって地球国を作ろうよ。
るい宇宙は良心あふれる宇宙の心から生まれた。軍隊もない、お金もない、欲しい社会を作ろうよ。学校では人生の続きを学んで、資源も食べ物も十分用意されている。だから自分の心にある宇宙の心へ